武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学商学部の政治経済の勉強について話していきたいと思います。政治経済ですが、配点が60点で時間が60分となっており、大問が4題出題されています。で、形式としては選択と記述と論述、論述の字数が結構年度ごとに変わるんですが、2017年に関しては100字の論述が出題されており、割と長い形となっていました。で、問題の難易度に関しては、結構難易度差が激しくなっており、基本で解けるような問題もあれば、結構時事問題なんかでも突っ込んだこと、要はその時事の用語だけ知ってれば答えられているよりは、その出来事自体をちゃんと詳しく知ってたりとかを、がないと解けないような問題も出ているという形で、まあ、ある程度の点を取るだけなら基礎でもいけるけど、ちゃんと点数稼ごうと思ったら、しっかりやり込みが結構そこの時点からレベルが跳ね上がってくるような形になっていきます。ただ参考書のレベルとしてはやはりその早稲田レベルまでしっかり終わらせておく。で、まあ用語の暗記、難しいワードを覚えるとかではなく、覚えたものに対してどこまで深く理解したか、いろんなことを組み合わせたかってことをやっておく必要があるかと思います。で、時事問題に関しては、まあ、早稲田は全体的に政治経済を受ける場合はそうですけど、時事の、なんていうか、に対しての結構そのやり込みっていうのがかなり重要になってくると思います。それはその時事そのものに対しての理解もそうですし、それと、まあ、教科書内容、要はその受験の内容と絡めてちゃんとそのテーマに合わせた内容を意識入れてるかどうかですね。で、このあたりが本当にちょっとその時事系の問題集読んだけじゃ分かりにくいなみたいな場合には、それこそ小論文のネタ本などを使って知識補強するなりを、まあ、余裕があったらやっておいてもいいかもしれません。これは必須というわけではないので、ちょっとそちらのテーマに明るくないなというものがある場合には追加でやっておく程度のものですね。ただ基本的にはやはり早稲田レベルまでの参考書のやり込みと、まあ、用語集、時事対策の問題集などのやり込み、および早稲田の過去問を徹底的に解くこと、このあたりが中心の学習となるかと思います。以上が政治経済の勉強となります。